こんばんは、パーソナリティの小林宮希です。こんばんは、アシスタントの平野恵子です。ゴールデンウィークですね。ねえ、突入しちゃいましたけれども本当に、何かご予定がありますか？全くないんです。あら、即答というのは冗談で、まあ、せっかくこうお休みでずっと地元にいれるんで、いろんなあの皆さんのところにお話を伺いに行きたいなというふうに思っています。あ、今年はね。そうですね。じゃあ今まではどんなふうにして？今まではちょうど人事の仕事やってたので面接が全部終わって、はい、振り返りをする反省の時期なんですよ。今年の採用どうだったかみたいな。お仕事？仕事ですわ。ゴールデンウィーク？ゴールデンウィークも。あ、そうですか。でしたね。あとは内定を4月中に全部出してるんですけど、あのやっぱり辞退して他の会社行きますとかですね、そういうのがいろいろ連絡入ってくる時期なんで気が気じゃないっていう時期ですね。そうですか。そうですね。ドコモさんを蹴っちゃう方もいらっしゃるわけですね。いますよ。すごいいらっしゃいますよ、本当に。そうだったんですね。辛いなと思いながら頑張ってねっていう言葉を送っておりましたけど。そうですか。そして、代議士になられて最初のゴールデンウィークは地元でいろんな方とお会いになるということですか。そうですね、はい、ではもう全くそういうふうなお仕事のことを考えないで、はい、ゴールデンウィークこれだけの日数お休みがありました、はい、何したいですか。はい、海外行きたいですね。アジアに行きたいです。もう全部制覇されたんじゃないですか。いやいや全然そんなことないです。本当にそうなんです。あのこれからやっぱり、ね、アジア伸びるんで、うん、どういう状況になってるのかっていう、なんかちょっと仕事っぽいですけど。そうですね。でも仕事から離れられますよねでもね、楽しんで旅行すればやっぱり肌感覚でその地元のことも分かりますし。あ、そうですね。なんで行きたいなと思います。中でもどこに？そうですね、インドネシア、はい、フィリピン、あとシンガポール行きたいです。あ、今教育水準すごい高いんですよね。でよくあのこの地元でも修学旅行シンガポールだったりあるんですか。あら、地元じゃなかったですかね。でもアジア行ってらっしゃるところあるみたいですね。ありますよね、はいはい、私の甥っ子もシンガポールでした。あら、修学旅行ね。羨ましい。羨ましいですよね。羨ましいです。だから割となんか近くなってますね。確かにアジアが、アジアがそれはありますよね、うん、はい、なんかやっぱり旅行でもハードルはやっぱり低いんで、うん、ね、なんで結婚式のハネムーンなんかはあえてやっぱり遠いからヨーロッパ、普段の旅行はアジアみたいなさ。あ、そうですか。同級生の世代でもやっぱり多いですね。あ、3日休みだったらもう旅行に行っちゃおうっていう感覚が、はい、多いみたいですよね。韓国なんか本当そうですからね。そうですね、はい、週末で行っちゃおう。うん、ありますね。お仕事ですね。2人で暗くなっちゃって、ね、そうですね皆さんは明るい気持ちでぜひお過ごしいただきたい。いや大丈夫です。お仕事お互い好きじゃないですか。あ、そうですね。だからやっぱり楽しく。そうですね。はい、さあ、それではこの番組へのメッセージもお待ちしています。メールアドレスは devan@fm777.co.jp、 ファックスナンバーは0849208765、レディオビンゴ小林文明のあなたの出番ですまでお願いします。レディオビンゴのホームページから Facebook への投稿もお願いします。この番組は興和物産カネソ22の提供でお送りします。サロンデトーク、今夜は婦人接骨院院長、社団法人広島県柔道接骨師会理事、藤井武彦さんをお迎えしています。藤井さん、出番です。はい、こんばんは。藤井さん、こんばんは。こんばんは。今日はお忙しい中ありがとうございます。いいえ、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はジャージ姿というかトレーニングウェア姿というか。ありがとうございます。また後で触れていただきたいんですけども、はい、今日はあのユニフォームで、ユニフォームで来させていただきました。はい、で接骨師さんなんですけども、はい、ユニフォームがあるということで、ちょっとその詳細は後でお触れしたいと思います。そうですね。はい、藤井接骨院さんというのは、はい、これはいつ開業されてどこでやってらっしゃるんですか。多治見町でですね、はい、平成14年の10月に開院しまして、はい、昨年の10月で10年になりました。10周年が10年になりました。昨年迎えた。早いもので、なんか盛大にお祝いされたみたいですね。去年の10月はですね、はい、会社さんたくさん来ていただきまして、ね、焼きそば焼いて、はい、お好み焼き焼いてですね、はい、盛大にみんなで祝いました。
祝っていただきました。楽しい接骨院ですね。それがモットーなので、はい、それは藤井接骨院らしい10周年が迎えられたんだと思います。でもこの接骨院をやるということは、まあ、免許を取られてやってらっしゃると思うんですけども、はい、実際に、まあ、なられた接骨師さんになられたのはいつ？平成3年に、はい、東京の花田学園という接骨院の免許を取る専門学校に入学しまして、はい、平成6年に、国家資格を取りました、はい、でその後もうすぐ福山で、いや、その後ですね、はい、東京都江戸川区にある阿久津整骨院というところですね、はい、その後7年間修行させていただきまして、それで、平成14年に福山に帰ってまいりました、はい、東京で修行されてた。そうなんですよ。先ほどちょっとお話伺ってたら、私がかかってた整骨院さんが先輩だった。そうなんですよ。私もびっくりしたんですけども、ええ、その先輩とは高校でも同じ高校 で、はい、で修行先でも、6年間一緒に仕事させていただいたんです、はい、あ、そうなんですね。びっくりしました。いや、私も野球やってたもんですから、はい、肘とか肩とかこう痛めると、うん、大体そこに見てもらってたんですけど、はい、それが先輩だったということですね。いい先生ですよ。あ、本当ですか。いい先生。なかなか最近お会いできてないんです。あ、そうですか。またぜひお会いしに行きたいと思います。お伝えしておきます。ありがとうございます。でもその藤井さんの今肩書きをご紹介しましたけども、はい、広島県柔道接骨師会の理事もやってらっしゃる。そうなんです。いうことなんですね、ええ、こちらどんな団体ですか？大役をおせつかってるんですけども、はい、広島県で接骨院を、開業されてる先生方が所属される団体で、はい、今広島県全体で240名余りの先生が、はい、所属していただいてます。あ、の会の理事をやる。はい、大役です。いい、まあ先生方がですね、はい、いかに普段の仕事がですね、スムーズにできるかということをですね、理事全員で考えて運営させていただいています、はい、ちなみにさっきから私接骨院なんで接骨師さんって呼んでるんですけど、はい、正式にはこれなんかお名前あるんですよね。そうなんです。接骨院、整骨院をしております、はい、ものが、はい、柔道整復師という国家資格を持っているものが、はい、開業しております。じゃあ病院はお医者さん、医師の方ですよね。そういうことです。はい、で接骨院は柔道整復師さんがやってるんです。そうです。ですから柔道整復師っていうのが 免許の、正式名です。あ、はい、これそもそもの話になっちゃうんですけど、はい、接骨院ってどういう時に行くものなのかなっていうのを改めてちょっと教えていただきたいなと思っていて、というのが、はい、なんか昔特に我々ちっちゃい頃なんかはちょっと捻挫したとか骨折っちゃったって言ったら、とりあえずあそこの骨継ぎ屋さん行ってきなさいみたいなあってですね、私も高校時代はその習慣で肘痛いからあそこ行こうってなってたんですけど、はい、最近はすぐやっぱり病院行こうかなっていう風な雰囲気があるんですが。そうなんですよね。先ほどおっしゃったように、その骨継ぎっていう名称が私大好き で、はい、でやっぱり接骨院っていうのは怪我をしたとこ時に、かかるところで、はい、骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷、この傷病名で、普段の手術、いわゆる治療を、はい、させていただいてます。ですからぎっくり腰、はい、起こしてしまったとかですね、転んで手をついて手首が腫れてるとか、はい、そういうのとに来ていただければ手当てしますし、はい、場合によっては病院でのレントゲン検査とか、そういうようなものも紹介をさせていただきます、じゃあすぐ病院行くっていうよりは何かこう怪我したらまずは接骨院に行く方がいいですかね。来ていただいたら、適切な処置をさせていただきます。もちろんその後のレントゲン検査等のですね、検査はやっぱり必要なものは、はい、紹介もさせていただきますし、はい、でその後の、また手当ては、はい、責任を持って、当院でさせていただきます。だから逆もありますよね。病院行ってレントゲン取ってどうでしたねっていうあった後、整骨院さんあちらどこですか行かれたらみたいな。そうなんです。そういうような場合もですね、たまにあるんです、はい、ですから患者さんの方がですねよく知っておりまして、はい、
先生先に病院行って電動機検査してもらったよ、まで降りてなかったら先生のところ来たっていう方も中にはいらっしゃいます。なるほど、もう患者さんもよくご存知、ね、分かってるんですね。あ、はい、そういう患者さんはありがたいです。なるほど、はい、じゃあ皆さんも怪我をしてちょっとあれだなと思ったら整骨院に行くと、よろしくお願いします。ちなみにその先ほどご紹介いただいた柔道接骨師会っていうのはどんな活動をされてるんですか。はい、広島県内で接骨院を開業されてる先生が所属してるんですけども、ええ、中でその接骨院っていうのは先ほどお話したように、骨折、脱臼、打撲、捻挫打傷、こういうような病名で、手当てをするんですよっていうのことの啓蒙ですね、はい、例えば先ほどおっしゃったように、柔道整復師っていう免許を持ってるものが、接骨院の開業してるんですよっていうなことの啓蒙を、はい、広島県の活動で言うとですね、広島国際平和マラソン、はい、宮島パワートライアスロン大会、はい、あと各柔道大会のですね、救護だったり、はい、アフターケアだったり、はい、そういうものを、させていただいたり、そういうもので啓蒙させていただいてます。あ、じゃあスポーツ大会を裏でこう支えるような活動もされる。そういう活動もさせていただきます。まあ、確かに怪我つきものですもんね、ああいう大きい大会。そうですね、はい、そんな時に、微力ながら支えることができればということで、はい、そういうのは対外的にも活動させていただいてます。こう個人的な経験ですけど、大体こう接骨院に行くと、この柔道整復師さんって皆さんなんかスポーツを相当頑張ってる方っていうのは結構多いなっていうふうに思うんですけど。そうですね、でこの柔道整復師っていう風な名前がつくように、柔道をやってる先生が多かったり、はい、柔道だけではなくて野球されてる先生、バスケットやってる先生、やっぱり、スポーツ何かやってたっていう方多いですね。ああ、やっぱそうですね。なんかなんで我々学生、本当に中学生高校生の時にやってる側としていくと、結構なんかその辺の相談に乗ってもらえたりとかして、一つのスポーツやってると、はい、やっぱりその会話がですね、やっぱり、うんうん、分かるっていうようなところでですね、同感を得ることが多いみたいで、はい、私は柔道やってたんですけども、はい、やっぱりバスケットでも野球でもやっぱり体を動かすっていうところに通ずるものがありまして、はい、少なからずアドバイスはさせていただいてます。そうですね、いやなんかそれが結構楽しくて、また行っちゃうっていう。ありがとうございます。ありましたけどね、はい、スポーツトレーナーのようなそんな役割も果たしていらっしゃいます。そのトレーナーとしてのご活躍はですね、曲を挟んで伺いたいと思います。ではここで1曲をお届けしましょう。改めてゲストをご紹介します。今夜は藤井接骨院院長、社団法人広島県柔道接骨師会理事の藤井武彦さんをお迎えしています。藤井さん、前半は、はい、柔道接骨師会の話と、はい、あとは柔道整復師さんのお仕事についてお伺いしましたけれども、はい、後半はちょっと藤井さんの活動についてお伺いしたいと思います。ありがとうございます。今一番力を入れていることって何かありますか。普段の業務もそうなんですけども、週に1回ですね、はい、子どもたちを集めまして、はい、今少しずつ脚光を浴びてます体幹トレーニングをですね、はい、教えております。体幹トレーニングっていうのは野球とかだったら体の幹の、そうですね、コアトレーニングとか、体幹トレーニングっていう言い方をするんですけども、はい、何のスポーツをするにしても体の幹の部分を鍛えないと、はい、いくら技術的なことを教わってもそれを 100% 力出せないと、はい、いうことで、この一番根源の部分を鍛えるっていうような活動を、はい、4年前から、はい、しております。体幹っていうと腹筋とか背筋とかですか。そうです、今おっしゃった腹筋が一番ですね、はい、腹筋が一番、はい、ですから全ての行動は腹筋から始まるんです、はい、ですからその知らず知らずに腹筋を使ってるんですけど、はい、その腹筋を意識して動くっていうのがとても大事なことなんですね。それを子どもたちに分かってもらうという、はい、活動です。活動なんです、はい、それは何なんでしょう、こう何を目的に、実際はどんなことをするんですか。例
えば、はい、腹筋運動をするのにですね、例えば仰向け寝て体を起こすじゃないですか、はい、その時に自然に腹筋は動くんですけども、はい、その時に腹筋に意識してですね、その上に 腹筋の動作をするとか、はい、例えば四つん這いになった時にお腹をへっこますとか、そういうような動作をすることが、体幹トレーニング、コアトレーニングっていうことにつながっていきますね。ですからただ子どもたちに、はい、1時間そればっかりやってもですね、飽きてしまいますので、例えば、鬼ごっこのようなですねレクレーションを混ぜて、やったりとか、興味づけを忘れずにしております。そもそもなぜこれを子どもたちにっていうふうに思ったんでしょう。なんとなくこうプロスポーツ選手のイメージだったりとか、なんかこうインナーマッスル鍛えますみたいなのは、ね、野球とか柔道とか本当に本格的にやってる人のイメージがあるんですけど、この体操教室を共同でやってる、服部っていうのがいまして、はい、彼と2人で話してる時に、ビンゴ地区ってちょっと勝てないよねと。あスポーツでそこの底上げがどういう形かでできたらいいなってなことでですね、はい、それを2人でお酒飲みながらしたのが4年前なんです。それで、じゃ このコアトレーニングのようなところからですね、はい、子どもたちのそういう根本の体力をつけることをやったらどうかっていうことで、始めたのがきっかけです。全てのスポーツに必要なコアの部分を、まあ、底上げしてあげることで。そうなんです。先ほどおっしゃったように、野球でも柔道でもですね、通ずるところがありまして、その体の幹の部分がしっかりとできてないと、はい、その技術的なことをおっしゃったところで、その技術がしっかり活かせれないと、はい、ですからそういうようなものの必要性を2人で考えながら、いろんなトレーニングをやっております。これ何歳ぐらいからこうやるといいものですか。今うちで教えてるのが、はい、小学校から高校生までということで教えてるんですけども、はい、で小学生から高校生までになると体力の差もありますので、はい、全員同じようにはできないんですけども、その辺はその生徒の体力に合わせてですね、はい、やっております。いやこれ昔私たちがまだ中学生ぐらいとか小学生ぐらいの時って、それ迷信だと私は勝手に思ったんですけど、筋トレをしすぎると身長伸びないよとかって言われてた時期があったなと思うんですけど、それらは全くないんですよね。過度にやりすぎるとですね、はい、それは成長に何らかしらの影響あるかと思います。ただ過度にするほど皆さんしてないと思います。まあ、そうですよ。その辺はあまり気にしないでですね、はい、トレーニングもしくはそのいろんなスポーツですね、はい、やっていただけたらいいと思います。じゃあちっちゃい頃からもうどんどんそういうのはトレーニングはしといた方が、私はやってほしいですね。いいですね。皆さんにやってほしいですね。いや私もそう思います、はい、本当に。そういう意味ではこのトレーニングを受けた子どもたち、なんかもう成果っていうのは上がってきてる。今私どものですねスポーツ部だけは福山っていうふうな体操教室なんですけども、はい、そこで全国の大会に出たとか、はい、そういうような生徒まだいないんですけども、ありがたいことにですね友達が友達を呼びまして、はい、だん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 こういうのを理解してくれてる子供、また親御さんがですね増えまして、はい、そういうようなところがやっぱり効果の一つだと思いますし、でまた塾とか受験等で来れなくなって辞めてしまう子いるんですけども、はい、そういうのものまた来れるようになった時にですね、はい、また来てくれて、はい、また先生やりますって言ってもらった時なんかですね、はい、嬉しいし、そんなものを続けてる効果の一つじゃないかなとは思っております。まあ、そういう意味でやめてもやっぱ戻ってきたいって思うってことは、多分皆さん楽しいっていうのと個人的に自分自身で感じるものが何かあるんでしょうね。それだと嬉しいですね。ですから体を動かす楽しさっていうのと教えるっていうのも目的の一つなので、はい、それ今言われたようなことがを感じてもらっているならば、教えようとしては、はい、とてもありがたいですね。はい、そういう意味では、ね、私も
まあ、結婚しないなんですけど、はい、でも子供ができたらやっぱりスポーツやってほしいなと思いますし、そうですね、ね、でもやっぱり親で全部教えることはやっぱできないので、そういう意味ではいいですよね、はい、こういうところに扱っていただけたら、え、一役になれたらと思いまして、はい、こういう活動をさせていただいてます。ちなみに今後の予定とかあるんでしょうか。あります。で、今スポーツボディケアっていう体操教室は週2回、火曜日にですね、はい、夜8時から9時までさせていただいてるんですけども、毎週火曜日、毎週火曜日夜の8時から8時から9時までさせていただいてます。場所はどちらなんですか。場所はですね、はい、田島町の、はい、西田島ふれあい会館っていうところですね、はい、させていただいてます。はい、公園の近くですか、これ。あ、そうですね、そっちの建物の部屋が公園になっております。あ、そうですね。これ参加したい場合は、はい、お金っていくらぐらいですか。ですね、会場の使用料がかかりますので、はい、1ヶ月に、第1の火曜日から第4の火曜日まで、はい、週に4回なんですけども、はい、開催しまして、はい、月に月賞1000円いただいてます。月4回受けられて1000円でいいんですか。1000円、ものすごい安くないですか。まあ、安いから安くないからですね、ええ、なんとも言えないんですけども、ただ多くの人にこの体幹を鍛えることが必要なんだということをですね、はい、啓蒙したいということがありまして、はい、1000円という金額を設けさせていただきます。すごいですね、参加したい場合のお問い合わせ先はどちらにすればいいでしょうか。代表が私藤井と、はい、Cパワーというリハビリとトレーニングをしておりますが、服部のところにですね、はい、電話いただけたら、はい、案内させていただきます。わかりました。じゃあそれぞれ番号を教えていただいてよろしいですか。はい、藤井接骨院の電話番号が、はい、084-920-2178です。084-920-2178、はい、こちらが藤井接骨院さんの藤井です。はい、で C パワーの方の連絡先がですね、はい、084-982-8985です。はい、084-982-8985、はい、こちらがシーパワーさんの、はい、シーパワーの服部です。服部さんの連絡先ということで、はい、こちらのどちらかに連絡すればいい、案内させていただきます。わかりました。はい、火曜夜8時から9時と、はい、月1000円ですからね本当にこれでいいのかなと思っちゃいますけどでもいいんですもんね。そうなんです。いいんですよね。とにかくその思いが伝わればということ、その思いが繊維に詰まっております。詰まっているということで、はい、分かりました。ちなみに今後予定は何かあるんですか。はい、これを4年間続けてきまして、はい、これをですね、7月7日、はい、駅の裏のですね、福山武道館の柔道場で、はい、体幹トレーニングのイベントをしたいと思います。イベントを、はい、じゃあみんなで楽しみ。今は田島町で細々とやってるんですけども、はい、みんなにこの体幹を鍛える必要性を、はい、啓蒙していこうということを発表と話をしまして、はい、思い切りまして、はい、武道館さんをお借りして、はい、しようと思います。武道館ライブを、武道館ライブ、体幹ライブですね、体幹トレーニングライブ、体幹トレーニングライブと思います。これはどんなことやるんですか。今火曜日にやっております内容をそのまましようと思うんですけども、はい、例えば、腕立ての格好からですね、はい、右手を上げてくださいとかですね、左足を上げてくださいとか、はい、お腹に力を入れないとその姿勢ができないような、はい、もう矢の王にも腹筋を使ってもらおうと、はい、そういうようなことをですね、考えながら、1時間半やろうと思います、はい、これはお子さんだけじゃなくて大人も。この度はですね、はい、小学校4年生から6年生を対象にしまして、はい、させていただこうと思います。なるほど、はい、じゃあ保護者の方はぜひ参加して連れてきていただいて、はい、見ていきたいですね、はい、でも大人はこれ真似してやってもいいわけですか。もちろん、体操を、ごめんなさい、スポーツを教えていらっしゃる、監督さんだったり、はい、コーチの方なんかも見学も来ていただいてますし、そういう方にこの7月7日の日も来ていただければ、はい、いいと思います。部活なんかに取り入れていただいたりとか。そうですね。そうですよね。はい、あとちょっとダイエット考えてる方も
そういうところにもつながってくると思います。体幹を鍛えれば、はい、素代謝も上がると、そういうことです、いうふうに私は信じて頑張っておりますけど、ね、はい、いいですよね。はい、結構です。かしこまりました、はい、ありがとうございます。じゃあぜひ7月7日の大きなイベント、福山武道館です。はい、これ何時から？これはあの朝の10時から12時まで予定しております。その辺のお問い合わせもじゃあ先ほどのご連絡先、そうですね、藤井の方と、はい、服部の方にあの連絡いただければ、はい、あの案内させていただきます。いいですね、武道館、体感ライブ、はい、楽しみにしております。ありがとうございます、はい、ぜひあのどんどん啓蒙していただいて、はい、ビンゴのスポーツを、根底はそこにありますね。そうですよね、はい、底上げして、はい、有名な人にどんどん出ていただきたいですね。そうなんです、いずれは全国大会オリンピックの選手が出たら、はい、嬉しいなと。福山の誇りになりますね。そうですね、そういうもののあのテストができたと思って活動しております。楽しみにしております。はい、はい、今日はお忙しい中藤井さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今夜のゲストは藤井接骨院院長、社団法人広島県柔道接骨師会理事、藤井武彦さんでした。熱い思いが伝わってきましたね。ね、なんかあのいつも自主トレをされているだけあって、はい、ええ、あ、そういうの子供の頃からしているといいなっていうのは実感でわかるわけですよね。そうですね、やっぱり腹筋鍛えなきゃなとか背筋鍛えなきゃなって、私話を伺っていて予防医学にもつながるよねって思います。ああ、そうです ね、はい、高齢になって骨を折ったりする方って結構いらっしゃいますでしょ、はい、それを折らないようななんかこうトレーニングとか、そうですね、そういったものも子供だけじゃなく、ええ、そういうご高齢用と、それから私のようなちょっと女性用とか、そうそうそう、シェイプアップとか、そうですね、そういうふうなところもスタイルをこう保つとか、やがってきますからね。いやいやいや、切実そうに言われてます。そうそう、でもね、男性も同じですから、姿勢をね、よくして、だんだん背中が曲がるのも背筋がやっぱり衰えたりとか、筋力の衰えたりとかありますから、はい、ぜひ皆さんも意識をしていただいて、よかったら参加をしていただいたらいいかもしれませんね。生き生きと本当に、はい、藤井さんに頼んでくださいね。ぜひこういうコースもお願いします。あ、そうですね、お出しておきます。はい、かしこまりました。はい、それでは今夜もお相手は小林文明と、アシスタントは平野慶子でした。それではまた来週この時間にお会いしましょう。この番組は興和物産、カネソ22の提供でお送りしました。